続き会議を開きます財政及び金融に関する件について調査を進めますこの際お諮りいたします両県調査のため本日参考人として日本銀行総裁黒田春彦君独立行政法人都市再生機構理事里見澄君の出席を求め意見を聴取することとしまた政府参考人として 内閣官房内閣審議官、大西章二君、町人仕事創生本部事務局次長、関慶英人君、内閣府地方文献改革推進室次長、菅原望君、財務省大臣官房長、茶谷英二君、酒税局長、矢野浩二君、理財局長、加部哲夫君、国税庁次長、田島敦君、 中小企業庁事業環境部長那須野太志君の出席を求め説明を聴取したいと存じますがご異議ありませんかご異議なしと認めますよってそのように決しました質疑の申し出がありますので順次これを許します末松吉野